さあ、アンチの皆様、勝負の時です。はい、皆さん、こんにちは。新1万円札になる予定でした。一ノ瀬ハヤトでございます。ちょっとこう、揉めちゃって、白紙になってしまいました。本当にもし俺が新1万円札の絵柄になったらやばいよね。財布から俺が出てくるんだから。ね、もう季節は秋ですよ。もう秋っていうかもう冬に近いんだけど。食欲の秋、読書の秋、実りの秋、芸術の秋、スポーツの秋、八代秋、秋竹城。まあ、いろんな秋があるんですけども、ね、我々と言ったら、一番くじの秋。2021年10月23日土曜日から、始まりました。ついに来ましたよ。一番くじ SH フィギュアーツ仮面ライダー。前の動画でも言ったんですけども、あのフィギュアーツが一番くじですよ。これは絶対に争奪戦になると思っていたらやっぱりなってましたね。某有名な玩具系 YouTuber さんももう買えない事態だったんですけど、私の地域のところはいっぱいあったね。あれ？今回は A 賞、B 賞、C!D 賞、E 賞、F 賞、G 賞。そしてラストワン。まあ、これに関しては私はとりあえず1体当たればいいかなって俺は思ってます。まあ、その1体って言ってもそんな、2、30回引いてやっと1体っていうのはちょっと、うーんっていう感じなんだけど。とりあえずフィギュアーツ1体分の元が取れればいいなっていう感じ。で、今回私が引いた枚数はこちらでございます。以前よりもだいぶ薄い。今回はですね、15枚。引きました。さあ、アンチの皆様、勝負ですよ。はい、それでは参りましょう。結果発表の前に、ふわふわにせーカモンセッセッセッセーカモンセッセッセッセーあー元気熱々ですよ。カメラ回してないんだけども、引く前にちゃんとオロナミシン飲みましたよ。さあ、まずは一番くじ定番となりました、こちら。なんで俺今カードデッキみたいに出したんだ。辞書ラバーコースター。こちらは01。あ、そうだそうだ。はい、対象年齢15歳以上。へっ、全部で8種類。毎度おなじみラバーコースター。ペン。はい、綺麗なイエロー。ど真ん中に01のライダースクエスト。その周りに英語で仮面ライダー01。で、さらに01、01、0、01、01じゃない。なんだこれ。0、0、0、01、01、01、0。何この統一性のないやつ。そしてお次がこちら。てん！はい、ど真ん中には立場レーシングのマーク。この周りはあれかな？変身ベルトの風車をイメージしてんのかな？で、このラバーコースターの上に、この1号を乗せればいいってことか。はい、ということで G 賞のラバーコースターはこの2種類でございます。さあ、お次は F 賞なんですけども、今回初登場でございます。 F 賞サコッシュ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 。対象年齢15歳以上。よし、サコッシュって何ぞやと。フランス語でカバン、袋を意味しているそうです。私サコッシュって初めてなんですよ。はい、サイズ感はこんな感じで、材質の方はシャカシャカする感じのやつで、口の方にはこうボタンがあって、パンと。あ、で、中にこの紐が、あ、結構長いね。この感じだとスマホとか、スポット。あ、ぴったり。あと、これもぴったり、オロナミン C。シュポット。オロナミン C3 本分ぐらいは入るのかな？長さ調節はできないね。こういう感じ？ちょっと俺が黒い服着ててすいませんね。こういう感じか。こういう感じか。私最近ウォーキングデッドを始めまして、ウォーキング。その時これ使いやすいな。で、喉乾いたなと思ったら、シュッと。こういうことだ。で、スマホとかこうやって。使いやすさはいいんだけど、ちょっと絵柄がちょっとな。もうちょっとシンプルなやつが欲しかったな。じゃ、そんなサコッシュのデザイン見ていきましょう。シンプルにマスクドライダー。で、その下には、真骨頂の1号と2号。これは前に出た1号かな？で、左下に立場レーシングのマーク。裏。裏にはシンプルに仮面ライダー。で、風車のデザインが入っていて、SH フィギュアーツ真骨頂製法のマーク。そして二つ目。こちらは仮面ライダーダブル。で、未だに値段が高騰している真骨頂サイクロンジョーカー。そしてその後ろにはフートの風景が、ちゃんとフートタワーのデザインが入ってます。で、下にはサイクロンジョーカー、ヒート、メタル、ルーナ、トリガー、ノーマーク。で、SH フィギュアーツ真骨頂製法と。そして裏側。で、裏は A から Z までのマークが入っています。あ、よく見た Z を隣に、フート君がいます。
3つ目ソイヤー、じゃあ仮面ライダーガイム、はい、フィギュアツのガイム、いつか新校長出てほしい。でガイムの後ろには、あ、これは私が一時期住んでいた場所、ザワメ市ですね。でちゃんとユグドラシルタワーがそびえ立っております。でその下にはオレンジロックシードのナンバーか、ほら番号合ってるね。あ、これ CSM じゃないよこれ。そして裏側、真ん中にガイムのライダースクエスト、一瞬わかりにくいけどこれがオレンジロックシードで、イチゴロックシードで、パインロックシード、これ本編が終わった後に流れる映像か、うーんってやつ。まだまだあります。さあお次はエグゼイド、エグゼイドブレイブスナイプ、こちらもフィギュアズ。ゲームスタート。薄くエグゼイドのライダースクエストで、下に3人のライダーの名前が入ってます。そして裏側、こちらシンプルにエグゼイドの番組ロゴ、そしてゼロワン、フィギュアズのゼロワンが立っていて、その後ろには、あ、これは秘伝インテリジェンスですね。でその下にゼロワンで、バッタちゃんのマーク後ろ、あ、これもシンプルだな。はい、ということで F 賞のサコッシュはこの5種類となりました。ぶっちゃけこのフィギュアツのデザインはない方が良かったな。そしたらすげえシンプルなデザインで本当に日常的に使ってたかもしんない。まあ今回フィギュアツがメインだからね、それ仕方ないよね。さあお次は E 賞、これもまた定番となりました、こちらでございます。ビジュアルシート、はい、対象年齢15歳以上。ただ今回に関しては今までのビジュアルシートではないんですよ。パスン、こう水しぶきの中海岸でポーズをとっている1号。ただこの新1号をよーく見ると、はい、フィギュアーツなんですよね。まあそれにしてもこの後ろの海、荒れすぎ。うん。こんな悪天候なんか戦っちゃダメよ。そして二つ目。いや、素晴らしいね。はい、燃え盛る境界の中の仮面ライダークーガ、マイティフォーム。あ、第2話のマイティフォーム初変身。ちょっとポーズ微妙だけど。あ、でもこのポーズしてたな。この五代祐介が、クーガかって言った後のポーズだと思う。で、この後にブーンってジャンプするんだよ。で、こちらもよーく見ると、真骨頂のクーガ。いいね、俺もこんな感じで写真撮りたいな。さあ、お次は大集合。夕日をバックに、クーガからディケイドまでの平成ライダー一期の皆さん。やはり真ん中にはディケイドが。あ、やっぱりなんだろう。真骨頂じゃないライダーは結構後ろの方にいるね。この龍騎、ファイズ、そしてブレードか。あ、もう残りは3体か。特にファイズに関しては早く真骨頂を出してもらいたいところ。そして、はい、ドカーンと。はい、こちら仮面ライダービルドから4人のライダー。クローズマグマ。で、グリス。あ、2つ持ちしてる。そして、ローグ。で、4人ともこれフィギュアーツなんだけど、あれ？いや、あなたですよ。あなたですよ。ジーニアス、あなたいつフィギュアーツ出るんですか？これはなんかの伏線ですか？はい、ということで E 賞ビジュアルシートはこの4種類となりました。なんかこう見るとオレンジ率がすごいな。細かいよね。こういうビジュアルシートに映ってるライダーがフィギュアーツっていうのがね。はい、ということで、ただいま、11枚分の結果を見てもらいました。ということは、残り、4枚でございます。さあ、アンチの皆様、勝負の時です。まだね、ラバーコースターとか、このサコッシュとか、このビジュアルシート、これで全部ですとはまだ言ってませんからね。もしかしたらまだ私が隠し持ってる可能性もありますからね。果たして A 賞なのか B 賞なのか C 賞なのか D 賞なのか。さあ、勝負です。よし、一気に行くか。いや、あえてじらすか。ということで A 賞セイバー、そして B 賞のゼロワンゲットしました。ありがとうございます。まあ、今回この4種類どれ当たってもいいんだけど、その前の動画でも言ってた、まあ、強いて言うならこれが欲しいなって言ってたこのゼロワン、やったよ。はい、一番くじ限定のパッケージですよ。造形とか全部一緒なんだけども、今回クリアパーツになってますからね。一体どんだけ透けているのか見てみましょう。あ、うざかった。ごめんなさい。B 賞 SH フィギュアズ仮面ライダーゼロワンライジングホッパークリアイエローバージョン、対象年齢15歳以上。はい、パッケージ見ていきましょう。あの、一般発売みたいに中身が見えるスタイル。ちゃんとこのシールありますよ。で、箱の横は、ゼロワンの前身で、これはアルトじゃないとやってんのかな？そして反対は、SH フィギュアーツ仮面ライダーシリーズ、好評発売中。どこがだよ。どこがだよ。一般発売のものが店舗に置いてないってどういうことですか？
箱の裏、いろんなポーズが取れますよと。で、そして珍しいのが、こう内容物とかこの本体ギミックの説明が中に入って説明書に書いてあるやつなんだけど、ここに書いてあるってことはいつも説明書が入ってないってことか。いや、ゼロワン欲しかったんすよ。いらっしゃいませ。あ、本当に説明書入ってない。ああ、パッカンと。どれどれ。あ、ごめん、ちょっと待って、足つった。あ造形とか特に変わりはないかな。さあ、どれだけクリアなのか見ていきましょう。手首パーツは全部で4つ。人差し指がピンとしている手首とグーの手首パーツ。それではゼロワン本体。造形の方は一般発売のゼロワンと一緒なので、そこはライダーカッティング。じゃあマスクの方から。なんか白いほくろがある。ゴミかと思ったら、これなんか変な傷入ってるよ。最高だな。あ、最高じゃない、最悪だな。グッと寄ると、あ、この死体の部分が結構透き通ってるね。うわ、ほんと全体的にクリアだな。胸アーマーのイエローの部分もクリアパーツ。若干中の黒い部分が見えてるね。で、背中の方も、あ、これもいい感じに。そしてこっちはゼロワンドライバーなんだけど、このプログライズキーが、よいしょ。ライジングホッパープログライズキーもクリアパーツになってます。はい、一般販売と比べるとこんな感じ。どっちかっていうと手抜きだな。これアンダースーツの色がブラックだから、その上にイエローのクリアパーツがついているため、どうしても暗めに見えちゃうね。あ、なんだこれ。あ、なんかよーく見るとここに、これクリアパーツの方かな。反転文字で R って書いてある。 R ってことはこっちは、あ、 R ね、ちゃんと L って、 L って反転文字が。これ見えちゃいけないやつなんじゃないの。はい、ではお待ちかねのこの3体並べてみました。右が普通のライジングホッパーで、左がリアライジングホッパー。どうぞいかがでしょうか。これどっちかっていうと、この真ん中のリアライジングホッパーが、これからこれになるみたいな、この途中経過みたいな感じになってるな。で、今ちょっと見比べてみたんだけど、この一番くじの方、結構ね、手抜いてる。この後ろの2体と何が違うかと。まず1個目。もうわかるよね。ベルト止めが塗装されてないっていうね。これマジかよ。なぜここ手抜いたっていう。そして足の方、このブーツの部分の赤いラインが省略されてます。で、足の裏も赤いラインが入ってませんね。これに関しては一般のゼロワンも一緒。で、赤いラインが入っているのは、リアライジングホッパー。何なんだろう、この差は。はい、3人には後ろを向いてもらって、あと何が違うかっていうと、アンダースーツの色。一番くじの方が、ちょっとグレーがかかったブラックみたいな。ちょっと普通のと比べると、よいしょと。これわかりやすいんじゃない？これ全然色違うでしょ。で、リアライジングホッパーの方も、これは色が違います。いや、まさかこんなに差があるとは。この中どれ選べって言ったら、俺はリアライジングを選ぶかもしんない。さあ、お次は、英称 SHB ギアズ仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンクリアレッドバージョン。はい、対象年齢15歳以上。よし。はい、こちらも箱の横にはセイバーの前身、そして反対は SHB ギアズ仮面ライダーシリーズ好評発売。だから売ってねえんだって。だから、はい、裏はいろんなポーズが取れるよと、内容物と注意事項。さあ、いけよセイバー。うわ、めっちゃ透けてる。ゼロワンよりも透けてるわ。うわすげえ。ちゃんと中身見えるよ。付属品の方見てきましょう。手首パーツが全部で4つ。で、中でもこの右手の方、ライトを照らすと、ほら、なんかすごい熱そうに見えるね。そして火炎剣劣化。はい、こちら残念ながら成型色。はい、2本並べてみました。こっちが一番くじ。で、こっちが一般販売。あ、一番くじの方が色がちょっと薄いですね。クリアをさらにクリアにしたのかな。では本体見ていきましょう。ほんと左半分はクリアパーツ。で、マスクの方も実は、ちょっと見えにくいけど、この左右非対称の、この角部分がちょっとクリアになってるんですよね。わかるかな？見えないか。右肩についているこのドラゴン。顔全体がクリアパーツ。さらによるとこんな感じ。このドラゴンの下顎も透けてるから、その奥の接着部分が見えますね。はい、さらにドラゴンの顔をドアップ。で、横から、正面と。で、後ろの方もちゃんと透けてますね。で、襟の方もクリアパーツだったり、反対側の方のこの赤いラインもクリアパーツになってます。このフィギュアの中の構造が見えるのは嬉しいよね。で、お腹の方もクリアパーツになってますね。ここだったり反対のこの赤いラインの方も、ここはできなかったんだね。そして総ドライバーバックル。ライドブックもついてるけども、相変わらず絵柄は省略。なんだけどこのベルト帯がクリアパーツになってます。で、さらにこのベルトから繋がっているこのローブもこんだけクリアになってます。普通に向こう側の足が見えてるんだもん。てっきりこの赤の部分がクリアになってると思ってたんだけど、まさかこっちまでとは。さあ、通常のセイバーと比べてみましょう。やっぱクリアにすることで、
なんだこの炎感が増したって感じ。出たこの謎の変更。この股関節の部分がシルバーからブラックに。これどうして変えたんだろうか。この肩のドラゴンもそうなんだけど、このローブの方だよね、一番違うの。どうせ大して変更ないんだろうと思ってたんだけど、全然違うね。こんだけクリアになってくれるのは結構嬉しいかも。これに関してはこれ一番くじの方が好きかもしんない。はい、ということで B 賞と A 賞でございましたが、あれ今ですね、13枚の発表だったんですけども、残り2枚です。あれなんかお前、紹介の順番おかしくないかと。もう A 賞出していいのかと。あれさっき開けたはずのこの1号のビジュアルシートとこのサコッシュ。あれこれ未開封だ。あれなんで？ああ、そうでした、そうでした。これね、二つともね、ダブっちゃったんですよね。なんで俺ダブっちゃったんだろう。あれアンチの皆様どう思いますか？まだ他にもいろんな種類があるのに、どうしてこれがダブってしまったのか。ね、何回も言ってしまうんですけども、今回私は15枚引いたんですけども、その時ね、くじが入ってる入れ物、あれがね、空になったんですよね。シェッ！はい、ラストの発表はこちらでございます。ラストワン賞 SH フィギュアーズ仮面ライダー滅びスティングスコーピオンクリアパープルバージョン。はい、対象年齢15歳以上。よし、そうだよ、普通のプレ版の滅びの方は中身見えなかったからね。次新鮮さあるわ。てか俺動画出してないよね。いいね、この最後の1個を引くと手に入る。こういう文字嬉しいんですよ。で、箱の横は滅びの全身。そして反対が SH フィギュアーズ仮面ライダーシ。だからいい加減にしろっつの。で、箱の裏はいろんなポーズが取れるよと。そして簡易的な説明書。あ、そうなんだよ、これ。武器入ってないんだよね。あたしはろう。いや、でもすごいよな。まさかプレ版商品が一番くじのラストワンになるとは。いやいや、来た来た。おいでなすった、おいでなすった。はっかーん。あらららら。ちょっと待て。ちょっと待って、セイバーよりも、クリア感がすごいぞ。はい、手首パーツは全部で2個。グーの手首のみです。こっちの手首もクリアパーツになっております。さあ、それでは見ていきましょう。これ全身のこの紫のところが全部クリアパーツ。試しにライトで見てみましょうか。ちょっと暗くして、ライトを当ててみましょう。どうだ？おお、おめっちゃ透けてんじゃん。おー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 おおお、すーごい。ちょっと横向いてもらって、ドンと。おお、中の構造が見えるぜ。おーおーおーおお、ボールジョイントとかが見えてていいね。腕もいい感じに透けてます。はい、すげー透けるよって分かったので、はい、普通の滅びと比べてみましょう。通常と比べて何が違うのかというと、こう体に巻きつけてある、このバンドのようなやつの塗装が省略されてるって感じ。この背中の方とかも、足の方が分かりやすいかな。あ、でもあれか。塗装してたら、その透けてる感が半減されちゃうから、あえて塗装しなかったんだろうね。そうだ、せっかくだからこのツーショット。欲しかった01がそこまでクリアじゃないっていう、ちょっと残念感があるけど。クリア対決に関しては滅びが優勝。いや、よかった、ラストワンゲットできて。はい、ということで、1番くじ SH フィギュアーズ仮面ライダーを15枚、引いたってか、もう根こそぎ引いたら、このような結果となりました。この結果どうだ？フィギュアーズだけで計算すると、トータル15,000円だから、3で割ると、フィギュアーズ1体に対して3,500円。ああ、まあ、01とセイバーに関してはそれぐらいの値段だったよね、普通のやつは。ただ、滅びの方はちょっとお高めだよね。確か7,000〜8,000ぐらいはするよね。それが3,500円で手に入るという。これは勝ったでしょ。いや、マジ粘ったからね。私を釣った方を見ている方はわかると思うんですけど、一ノ瀬プレゼンツ、地獄のセブンイレブン巡りを、してまして、トータルで5時間。そのうちの1時間はウォーキングでセブン回って、で4時間は車で、周りに回って、行ったお店が18軒、まあ、中に置いていないところもありました。で、さらに一回行ったお店をもう一回行くみたいな、そういうこともやってたので、セブンのお店に入った回数が26回。5時間の中で26回。入ってるんですよ。まあ、なぜそんなことをしていたのかと。今回ね、これ普通に引いたら、俺多分一体も当たらない気がしたんで、ここはと。普通に引く運よりも、いい状態？その残り方が。いいテンポに巡り合える運の方がいいと思ったんで、それにかけて、まあ、巡ったよね。2軒目に行ったお店を最後もう一回行ったら、残り15枚だったんですよ。もうここは
勝負だと、もう勝負っていうかもう勝負ついたなと、もうここしかないと、あのちょっとしばらくあのセブンイレブンあの寄りたくないっていう感じで、次の一番くじは来年ですね、あのリバイスの、そこはやっぱ粘らずもう運試しということでやろうかな。いやーもう怖い、もう最近もう一番くじ怖くてしょうがない、ね、皆さんの方はいかがでしたでしょうか。あのね、何件も回ってね分かったんですけど、あのねみんな運良すぎ、残りの枚数は結構あるにもかかわらず、もう A 賞から D 賞までもう一個ずつもう抜かれてるっていう状態が多くて、どんだけみんなくじ運がいいのっていうか、俺が運が悪すぎ。中にはいるんだろうな、1枚だけ引いてもうこれが出たとか、もう10枚も引かずに普通になんかフィギュアス2体とかゲットしてる人とかいるんでしょ、まあ、そういう運がある方いらっしゃいましたら、ぜひともこの動画のコメント欄に、マウント取りに来てください。待ってるぜ、まあ、いっぱいいるんだろうな。最後までご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。